今回紹介する新カードはノーマルと山屋兵 1.5 コス武力6知力3で、計略は知気3で、敵の最大武力が高いほど自身の武力が上がり、さらに敵武力10の以上を参照すると射撃回数プラスに効果時間8カウント。尊敬の弓矢です。尊敬の弓矢です。ここまでか。目覚めよ、天下の義士たちよ。行く。足を聞かぬか。中途半端にどっちも守ろうとしてミスしたけど、大ウサがついて一発差なら悪くない展開。開幕にお互い削れるのは四季流派にとっても美味しい。任せておけ。でもこの富山は素武力6のおかげで採用しやすく、四季3のおかげで気軽に計略を打てる便利さで、個人的にすごく評価の高い一枚やよ。結局俺を頼るんだろ。尊敬の弓矢です。尊敬の弓矢です。これが現実だ、受け入れろ。戦雲が心を燃やし、声なき声がこの剣に宿る。打ち砕け。流派発動。三の型尊敬の弓矢だ。出ろ。流派発動。三の方正しいものが破れる。遅い。ここ一発通されたのは本当にやったらあかんミス。冷血の車輪状態の乱戦判定が分かりつく感じ取るのはうちだけやろうか。お楽しみはここまでか。尊敬の弓矢です。極めてなるものか。時代は動いている。取り残されるな。覚悟せよ。覚悟せよ。何人決めるかな。
行くぞ。孫権の弓矢です。やってしまった。この俺が欺かれたらと。これが現実だ、受け入れろ。トンボ切りの速さについてこられるか。行く。ジェクショー、ここまでか。これは流派2があると勘違いした単純にアホなミス。本田の武力15を参照して右上の富山を撃とうとしとったよ。行くぞ。孫権の弓矢、正しいものが破れるか。天気解放。分かんない最期になるけど、私たちはここで正面戦うことかもしれない。向こう的なプレーではないけど、兵力のない肉弾に2人を確保してしまう。せっかく作った文字から勝つ仮説負けるのではみったものにないようなものを聞かせておけ。補佐しましょう。あとは頼みましたぞ。時代は動いている。取り残されるな。孫権の弓矢、諦めてなるもの。覚悟せよ、覚悟せよ、覚悟せよ、出ろ。覚悟せよ。孫権の弓矢です。従うものか。切りまくってやる。覚悟せよ。遅い。切る。覚悟せよ、覚悟せよ。話を聞かぬか。この俺が欺かれたなと。全軍一斉にかかれ。行くぞ。再三は爆雷凡ミスを繰り返したのに勝てたのは本当に富山の計略パワーのおかげやね。ご視聴ありがとうございました。